現代の農夫をよろしくお願いします。自動車税のキャンペーンキャラクターに起用されたアイドルグループ HKT48 のメンバー3人が今日福岡県庁を訪れ、自動車税を期限内に納付するよう PR しました。私たちの暮らしを支える税金をたくさんの方にしっかりと期限内に納めていただけるようにしっかりアピールしていきたいと思います。自動車税は毎年4月1日の時点で自動車を所有している人に課税されるもので、納付期限は今月31日です。福岡県で課税対象となるのはおよそ170万台で、税収はおよそ600億円と県税収入の 10% ほどを占めるということです。福岡県で期限内に自動車税を納付した人の割合は昨年度は 85.2% に上っていて、12年連続で過去最高を更新しています。